はい、キッチンカー中やってまいりました。専務おめでとうございます。ありがとうございます。いよいよ本日開業ということで。そうですね。いやー、この道のり長かったですね。長かったです。いやでも今日もこの和田湖ニュー八竹カップ、はい、もう冠レースでデビューということで、はい、もう最高の日を迎えました、はい、もうこれから内藤君を含め金子君も手伝ってくれるということでやってきますね。はい、あと焼くだけですか。そうですね、もうあと焼くのみになります。これで開店準備ほぼ終わりっていう形になってます。これからたこ焼き焼いていきます。白井さん、はい、もうすぐ山田さん来ると思うんで。そうですね、今9時40分、もうちょうど開催始まっちゃう前に山田さんちょっとこの様子を見に来るってことなんで、もうそろそろ来る頃なんだけど、どうかな、遅いな。お待たせ、お待たせ、おはようございます。ごめんなさい、ごめんなさい、皆さん、あ、もう、うまい、すいません。はい、それでは始めます。いいですか、すいません、じゃあ、お願いします。はい、それでは始めたいと思います、はい、皆さん、こんにちは。カラフルスタイル、白井和樹です。山田文雄です。山田さん、はい、ご苦労様です。もういよいよオープンです。和田湖、楽しみですね。ちょうど今回9月1日から開催が和田湖ニューヤチクカップという、そうですね、カムリレースでちょうどたこ焼きデビューです。そうですね、場内にはね、はい、お客様もね入りますからね、入ってますんでたくさん売れるとね。で本日たこ焼きを焼いてくれる選手、はい、山田さんもちろん開催指導で、僕はもうこれでちょっと戻っちゃうんですけど、僕の代わりに白井さんもこの後ね、はい、ちょっとまだ開催が全権があるということで、はい、その代わりに焼いてくれる人を紹介したいと思います。それでは、では内藤君、内藤君どうぞ。仕込み中にごめんね、仕込み中に、はい、内藤君、おもうやる気満々だね。うどうや、本日のたこ焼きデビューに向けて。そうですね、ちょっと仕上げてきたんで。作るのは得意かい。プロっす、任せてください。マジで、はい、もう家でやるときはもうもう任せきりなんで。たこ焼き奉行から。おそうっす、それなら楽しみだね。今回、まあ、たこ焼きなんですけど、宿舎飯が、ね、そうなんです、まあ、これからもですね、はい、今回の3日間は選手が宿舎で食べているチャーハンを選手飯が食べれるわけですね。限定10食で用意してあるんですが、今後ですねオムライスだったり、はい、カラフルスタイルで作ってきたキャンプ飯も披露できたらいいですね。そうですね、はい、頑張りたいと思います、これからも。それでは、はい、仕込みと準備に行きますか。頑張りますか。じゃあレッツゴー。行くよ、はい、よーし、やっちゃいますよ、よーし。全体的にもうこれめっちゃ楽しいけど難しい。タコ入れます、一個ずつ。お兄さん、僕タコ多めのやつ。タコ多め、タコ多めですか。それやってないですか。それやってないから。あ、そういうのやってない。はい、あ、タコ飲んだ。あ、今2つ入っちゃった。まあ、サービス、サービス2つのやつもあります。いや、これ結構タコ焼きにしてはタコ大きくないですか。大きいよ、大きめのやつに。大きめのタコ、大きめのタコなの。見てください、こんな大きなタコが。これ食べ応えあるやつだね。入ってますんで。あ、今2つ入ってます。2つ入りました。もう山田さん、山田さん、採算合わないです。すいません、採算取れなくなっちゃう。もうちょっとあの結構ギリギリの時間でやってるんで。サービス精神はいいんですけど。いや、今日内藤くんがいっぱい売るんで。はい、探してください。頼む、これでーかー。入りました、入りました。入ったら、はい、次ネギを入れてみます。ネギ、はい、まんべんなく、まんべんなく、こんな感じですね。はい、これ味付けはやっぱソース、今のところソース、ね、そうですね、基本ソースで始めさせていただいてます。はい、そんな感じで、はい、生姜を、生姜入れるんですけど、生姜、はい、あんまり入れすぎると辛くなっちゃうんで。こんなですか。はい、結構生姜が食べてると効くんですよ、ね。あ、なるほど。そう、多くちょっと固まっちゃったりしてるとちょっともう辛くなっちゃうから。はい、天かすいきます。ちょこっと気持ち多めで、これ多めで気持ちでいきます。もういつでもできますね。いつでもできますね、これ。これ火力っていうのは
ずっと一定なんですか。基本は最初は美味しそう温めて、はい、パンをはい、OK、流してる最中にこうずっと置いちゃうんで、これで OK ですか。時間はちょっと弱火で、はい、大丈夫です。これで OK ですか。はい、そしたら多少調整しなきゃいけないんですね。もう一回、もう一回多少調整しないとい、や肝心なとこは内藤選手に任せようかな、焼くやつは。あ、そうですね、時間的にも、ね、ちょ時間がそこだと少ないですね。もう一回ちょっと入れて、あ、これもっともっともうちょっと入れちゃっていいです。あの下の銅板が見えなくなっちゃうぐらい。マジですか。この辺もはい、それぐらいですかね。こっちもちょっと少ないんで、そこはあと 丸くしていくんですね。そうっす、焼けてきたと同時にで、これをもう少し少し入れてあげて、そこそこ平らになるように。こんなに入れるんですね。はい、この本で大丈夫です。これで今ちょっと弱火で、時間かかるんで弱火で流したんで、はい、ちょっとここで火力上げていきます。はい、ここの結構待ち時間が待ち時間がちょっと、じゃあバトンタッチバトンタッチで内藤選手に今日開催中なんでちょっと指導員行ってきますお願いします。初日の指導員今から行かないといけないんで内藤さん、はい、頼むぜ。いらっしゃい。2本のやつ使いこなさない。ああ長いやつ2回の感じでついてるかな。まだ食べてないですけど、たこ焼き史上一番美味しいんだろうなっていう食べた史上、ね、はい、お前の方がやりやすいってお前の経験値どんなの出た外側ギューって寄せてもらって何やってもちょっと持ち方はこう持っちゃうとこう返しにくくなっちゃうんで、鉛筆持つ感じの持ち方で、はい、で軽く持ってもらって、はい、でこう外側を両全部切ってもらって、うれぇ、たこ焼きです。また来てください。いや、それやぞ。舐めてました。見て、これ食材のタコ。結構大ぶり。ね、これこのタコ焼きのタコなら誰もが満足すると思う。そして今日のメインこちらです。宿舎チャーハンです。じゃーん。いつも僕らが食べてるチャーハンをお客様にも味わっていただく企画、最高です。楽しみ、はい、で1個ずつ丁寧にやっていく、はい、あ、これどっちもいいですか。マヨネーズはかけていいです。やばいですね。この辺が取りやすい。1列決めちゃった方が多分、ちょっとずらしながらじゃないと8個入んないんで、これ8個入れる、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 5個ですよね。そうそうそう、こんな感じで寄せながら。じゃあ皆さん頑張ってくださいね、はい、ちょっと指導員、はい、行ってくるんで、はい、あの目標100個、はい、頑張ってよ。頑張ります。あと95個嬉しい。頑張ってくださいよ。頑張るぞ。はい、頑張るぞ。ありがとう。じゃあ、行ってきます。じゃあ、じゃあ、よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ、行ってきます。行ってきます。はい忙しい。はい、そうですね、この銅板の上がすごいです。これそうですね、あっちです。かつお節はかねちゃんってよかったですか。これもあれです。かき氷もハイバーか。はい、かつお節よかったです。はい、油がしっかり塗らないと。なるほど。鼻の中も。あ、うん、分かった分かった。これやっぱタコでかいわ。迫力。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。
別のお店と思いますか。はい、あ、もうそのままラッパでしょ。よっしゃ、ついシレさん、今日飲んでちょっとこの辺でも火力上げてっちゃいますね。そう、プレッシャーかけない結構順調に流してきたんで、そうって考えてやってますね。そうですね、先に切っちゃう、こう先にね、こう切ってるの見てて切った方がいいんじゃないかなっていうのを思う。ここが濃くなっちゃう。やっぱこういうバランスが難しいですね。そうですね、あの具を流し込むときに。そうですね、多分これ平井さんそろそろ返してくれちゃうと思うんです。これこっち側もやらないかもしれない。そうですね。あ、チャーハンおめでとうございます。ありがとうございます。僕らが食べてるチャーハンです。第1号です、おめでとうございます。よし、出る。で、あと、お待たせしました。袋いります？そのままで大丈夫です。はい、ありがとうございます。平井さんって初めてです？はい、初めてです。ちょっとやったことあります？いや、家ではたまにやったぐらいですね。 あの、子供たちを。チャーハン売れましたね。チャーハン売れました。第1号です。あと9個、あと9個ですね。頑張ります。いや、ここ焼けないらしい。あ、そうなんだ。はい、こっち側。あ、そっち側は大丈夫です。こういう間の時はどうするんですか。もう このまま焼き続ける。そう、弱火で保温し続けるっていう。こっち側にもう1個、もう1セットいきます。そんなには作らないですか。今のところはいいと。良さそうですね。はい、あまり背伸びしちゃうかな。おめでとうございます。おめでとうございます。めちゃくちゃ試食は熱うま。金子さん、はい、作ったよ。ちょっと試食させてもらいます。暑いですか。めちゃくちゃ暑いと思うよ。うん、さっきソースなしで食べたけどさ、美味しかったね。美味しかった。中がトロトロで、トロトロでうまいよ、ね、美味しいですね。はい、850円で1050円から、はい、お願いしますね。じゃあこちら200円の赤石ですね。今、はい、詰めちゃいますね。はい、はい、失礼します、はい、ありがとうございます、はい。じゃあ次の注文から待ちだね。売れてますか。売れてます。ちょっともう疲れました。こっからだよ。こっからですか。最後の追い込みですね、はい、頑張ります。ありがとうございます。
お疲れ様でした。どうもすみません、あの開催無事に終わりましたんで、こっち行きました。はい、どうだった、たこ焼き。おー、完売で。完売、何個？150パックですか。150パック、はい、マジで。はい、なかなかそんなに売れないでしょ普通は。もう本当に焼きっぱなし、もう常に焼きっぱなしで。いや、もうみんなで、みんなで一緒にやってもらって、この暑い中中で50度の中で、はい、50度ぐらいありました。47度ぐらいから50度ぐらい、うわ、行ったり来たりの中で痩せたね、だいぶ。ちょっと痩せた感じするよ顔がちょっとしんどるよ。もうちょっと無理っす。まだあるよ、明日とか。いや、もう明日、すみません。明日はまあ明日は無理です。明日は、まあ誰かがね、別に内藤選手がずっとっていうわけじゃないから、はい、交代で少しずつね、あのいない時も、ね、あ、全然選手がありますし、はい、できる選手がね、少し顔を出してくれたりとか、はい、今後もね、少しずつ、はい、暑い時期乗り越えるっていう感じですね。そうそうそう、もっと涼しくなってくると1ヶ月ぐらい、ね、あと1ヶ月と我慢ですね、これは。はい、そうですね。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。汚いまま使うの嫌ですもんね。そうです。自分の時になんか綺麗にしたのを使うから気持ちいいっていうか。